はいどうもテプトです。今回はセット13を覚えたいときに見る動画銀オーグメント編ということでシルバーティアのオーグメントについて解説していこうと思います。オーグメントは本セット統計がないのでだいぶ主観が入ります。なのでそこをご了承ください。でまずアイテムコレクター、味方チームの体力が10増加する。異なるアイテムを装備することに味方チームは体力が2、攻撃力が1、魔力が1さらに増加するという効果です。アイテムコレクターは遭遇でアイテムが多い時に取ると強いかなと思ってます。異なるアイテムを装備するごとになので前衛キャリー向けのオーグメントではないんですよね。前衛キャリーって知見とか反射とか巨人とかをめちゃくちゃ作るんですよ。なんで同じアイテムばっか作っちゃうからアイテムコレクター向きではないんですよね。どっちかっていうと前衛と後衛で分かれてるような構成で使うとアイテムがばらけやすいので、まあ、そっちで使うことをお勧めします。本セット遭遇だとこのバイが素材アイテムの金床を2個投げてくれるっていう効果と、あとはこの1ステージごとに様々な戦利品の中からランダムな戦利品を獲得するっていうやつと、あとこのスカトル系ですね、ジンクスのスカトル、この全部で4個かながアイテムがちょっと多めになるのでその辺で使うと強いかなと思います。次アイテム福袋、ランダムな完成アイテム1個を獲得するという効果です。これはね結構運ゲーになってしまうので、まあ、個人的にはあまり好きなオーグメントではないです。ただし自分の使っている構成の中にタンクと AP キャリーと AD キャリーとそして AD ファイターと AP ファイター、この5種が全部揃ってるような構成だとアイテムを絶対にロスなく受けられるんですよ。5種全部揃ってる必要はまあないかもしれないですけど、まあせめて4種ぐらいですかね、4種ぐらい揃ってるともう取ってもいいかなって思える、そんな感じのオーグメントとなってます。そうじゃない場合は基本は取らない方がいいかなって感じですかね。次イカサマショップ、次のショップ及び4回目ごとのショップのチャンピオンが全てコスト3になるという効果です。これは3コスリロールの構成で使うべきオーグメントですね。自分が3コスを星3にする構成を使っているのであれば取っちゃってもいいと思います。イカサマショッププラスも同じです。次カナとカネ、素材アイテムの金床を1個と4ゴールドを獲得するという効果です。金床はここにも書いてあるんですが、使うと4つのアイテムから1個のアイテムを1つ選ぶことができるっていう効果で、これはね割と取りやすいです。自分の使ってる構成に相性のいいアイテムが1個もらえるのと、あとこれ2の1で出るオーグメントなんですけど、2の1の4ゴールドってめちゃくちゃ立ち回りがしやすくなるんですよね。なんでこれ結構おすすめです。多分脳死で取っちゃってもいいかなって感じですかね。次グラスキャノン、高熱で戦闘を開始したユニットが 80% の体力で戦闘を開始するがダメージ増加効果を 12% 獲得するという効果です。これは後衛キャリー系の構成で使うと強いですね。できればなんですがガンブレを自然に詰める、そんな構成で使うと強いです。やっぱ HP が削れちゃってるのでガンブレで回復していった方が危なくないんですよね。もしくはスクラップみたいにシールドがバカみたいにあるようなそんな構成で使うとまあまあ使えるかなって感じなんですが、そうじゃないとちょっと危ないよっていうのだけ覚えておいてください。 20% も HP が減っちゃうので、全体ダメージの出せるジンクスとかルブランとかあとはフィッチとかね、こういうユニット、まあ、あとゾイとかに当たっちゃうともう即死しちゃうので、まあ、そこだけ注意が必要かなというそんな感じですね。コールショット、連勝数をプラス4に設定する、4ゴールドを獲得するという効果です。コールショットは自分が今から連勝できると確信した時のみ取ってください。これはね考えなしに取ると痛い目を見ます。これ多分2の1で出るオーグメントかな。なので基準としてはイレリアとかこういうシンジドとか、まあ、こういう前衛が保身になっていることかつこれと相性のいいユニット、もしくは特性が発動できる後衛が出ている場合、まあ、簡単に言うとこういう感じですよね。ビジョナリーみたいなのがちゃんと用意できる状態で、しかもアイテムが作れる、例えば精進が作れるとかレッドバフが作れるとかっていう場合だけ取るようにしてください。じゃないとこの連勝を伸ばしていけないのでめちゃくちゃもったいないです。これで稼ぎたいゴールドはだいたい10円ぐらい稼げればいいかな、もうちょっと稼ぎたいかな。だからステージ2の1から2の5ぐらいまでを連勝できるぐらいのボードが組めてるなと感じるのであれば取っちゃってもいいかなと思いますね。次ここがセンター、ボードの中央で戦闘を開始した味方チャンピオンはダメージ増加効果が 15%、 最大体力が 15% 増加するという効果です。これは前衛キャリー向けのオーグメントではあるんですが、タンクが積んでもギリギリ
機能する、そんな感じのオーグメントになってます。最大体力 15% ってね、結構上がるんで、全然取っちゃっても OK かなと思いますね。本来は明かりとかノクターンとかスミンチとかファミルとか、こういう前衛キャリー向けのオーグメントっていうことを覚えておいてください。ただね、配置が動かせなくなってしまうので相手もね、カウンターしやすいんですよ。例えば真正面にキャリーを置かれると、こいつが一番最初に狙われて死にやすくなっちゃうんですよね。なんでそこだけ注意が必要かなっていう感じです。明かりはね、一回こいつターゲットを外せるんですよ。スキルを使った時に後ろにジャンプして、で射程外になるので、こいつはターゲットを切り替えて戻ってくるみたいな、そんな動きになるんで、上がりだったら多分全然余裕で使えるかなと思いますね。次、サバイバー。3人のプレイヤーが敗退すると60ゴールドを獲得するという効果です。これもほぼコールショットと同じような感じです。要は自分が勝てると思ってるならば取っていい、そんな感じのオーグメントですね。3人のプレイヤーが敗退するまで自分が耐えられるって思うんだったら取っていいんですけど、敗退するまではオーグメント1個ない状態で戦わなきゃいけないので、そういう意味ではあまり取ることのないオーグメントかなと思います。次、サポート発掘。ダミーを1体獲得する。ダミーが9回倒されるとサポートアイテムの金床を1個受け取り、そのダミーは削除されるという効果です。サポート発掘は絶対取ってください。バカ強いですこれ、マジで。シルバーティアのオーグメントって基本的には味方を強化するっていうものが、ほんとなんか誤差程度に収まるような感じのものが多いんですよ。なんですけど、サポートアイテムって誤差とかじゃないんですよね。もうすごい差が出るぐらい味方を強化するアイテムがもらえるんですよね。でそれをシルバーティアでもらえるってのがやばいんですよ。なんでこのサポート発掘は見かけたら絶対取ってください。でしかもダミーを獲得するので、序盤もやっぱ1体分ね、 HP が増えるんでちょっと楽なんですよ、進行が。ってのもあってめちゃくちゃ強いです。これがダミーがもらえなくて9ラウンド後にもらえるとか、そんな感じだとちょっと使いづらいなって感じはあるんですけど、ダミーもらえるのもやばいんで、めちゃくちゃおすすめのオーグメントとなってます。見かけたら絶対取ってください。次、スーパースター。味方チームが 5% の追加ダメージを与える。この追加ダメージは味方チームにいる星3チャンピオン1体につき 2% 増加する、2回分のリロールを獲得するという効果です。スーパースターは分かりやすいですよね。リロール構成で使うべきオーグメントかなと思います。早めに星3を用意した方がいいので、1コスのリロールか2コスのリロールで使うべきオーグメントかなと思ってます。今ですとファミリーリロールとかで使うとまあまあ強いかなと思いますね。ダミー化。ボードとベンチにいる全ての味方チャンピオンを失う。それらのユニットの合計体力の 100% の体力を持つダミーを1体獲得するという効果です。このオーグメントは勝ってる時に取るオーグメントではありません。負けてる時に取るオーグメントですね。ステージ 3-2 で提示されるオーグメントなんですが、基本的には勝ってる時に取ってしまうとただ弱いボードができるだけになってしまうので、そういう時は取らないでください。ダミー化自体の効果は結構強いんですけど、ボードが全然重なってなくて、いやもうこれ貧弱すぎる、どうしようもねみたいな感じになってる時にダミー化を取って一回リセットして、それでまた新たに組み直すみたいなことをすると、まあどうせ負けてるんでね、次の戦闘とかも負けたりとかしても問題ないし、それでいてボードに1体強いダミーが出てくるので、それもあって戦闘がしやすくなるかなと思います。できればブルーザーが出てる時とかに取ると結構 HP が多いダミーが出来上がって、まあ、強いんじゃないかなと思いますね。次、チーム構築。小型チャンピオン複製機を1個獲得する。対人戦を7回行うとさらにもう1個獲得するという効果です。小型チャンピオン複製機は3コス以下のユニットを複製する、そういうアイテムですね。なので1コスとか2コスとか3コスの星3を作る、そういう構成向きのオーグメントです。これは取るタイミングによって評価がちょっと変わってきます。 2-1 で取る場合は1コスリロールもしくは2コスリロールで取るべきですね。 3-2 で取る場合は2コスリロールもしくは3コスリロールで取るべき、できれば3コスリロールですかね。これは構成にはパワースパイクっていうものがありまして、パワースパイクっていうのはその構成が強くなる瞬間みたいな感じですね。強さが跳ね上がる瞬間なんですけど、これをこのラウンドまでには用意したいなって思うラウンドがあるんですよ。それが 2-1 なら1コスとか2コスには間に合うよね、 3-2 なら3コス構成には間に合うよねみたいな、そんな感じなんですよね。まあもちろん2コスリロールしていても 3-2 で取ることはあるんですけど、ちょっと価値が落ちるというか、なんかタイミングが若干遅いんですよね。っていうのもあってチーム構築は取るタイミングによってちょっと変わってくるよっていうのだけ覚えておいてください。次、トロール中。トランドルを1体獲得する。最も強いトランドルがスキルで体力を回復しなくなるが、5秒間攻撃速度が 140% 増加し、攻撃力が恒久的に 1.5% 増加する。また最大マナが40低下するという効果です。これはコンセットが出た
シルバーティアのヒーローオーグメントですね。1コス用のヒーローオーグメントは全部シルバーティアになりました。このオーグメントは 2-1 で出てくるんですが、ね、ヒーローオーグメント全般に言えるんですけど、すでにトランドルを2体以上持っている場合なら取ってもいいかなっていう感じですかね。なんなら3体欲しい、重なってるなら取ってもいいみたいな感じで考えてください。重なってない時に取るのはね、ちょっと微妙かなって思います。次、はしごを登れ。味方が倒されるたびに、その味方と少なくとも1個の特性を共有する味方の魔力が3、攻撃力が 3%、 物理防御が3、魔法防御が3増加するという効果です。これは味方が倒されるたびに、その味方と特性を共有している味方なので、特性を縦に伸ばす構成で使うと強いです。縦に伸ばすって何ぞやっていう話なんですけど、例えば反逆者みたいな、こういう反逆者ばっか入ってくる構成って感じですね。これ反逆者が7体出るじゃないですか。こういう構成で使うと強いよっていう、そういう話ですね。でかつ前衛だけではなくて後衛もいるようなやつなので、ウォッチャーみたいな前衛しかいないような特性ではなくて、どっちかっていうとこれ執行官みたいな前衛と後衛が両方ともいるような構成で使うと強いかなと思います。次、バックアップ。少なくとも4体の味方が後衛の2列で戦闘を開始した場合、味方チームの攻撃速度が 10% 増加するという効果です。これは後衛が4体以上いる構成だったら取ってもいいと思います。これね、攻撃速度が上がるっていう効果なんで、なんか攻撃速度が関係しないといけないのかなって思うかもしれないんですけど、別に攻撃速度 10% で大きく変わるような構成ってないので、後衛がいるかいないかだけで判断して取っちゃっていいと思います。やっぱね、攻撃速度って上がるとマナが回復しやすくなるので、そういう意味では4体以上いれば全然取っちゃっていいかなって感じですね。次、パワーアップ。次のオーグメントのティアが1つ高くなるという効果です。このオーグメントはね、まあまあ取りやすいかなと思います。で、特に2手目のパワーアップはめちゃくちゃ強いです。オーグメントってこんな感じに確率があらかじめ定められてるんですよね。初手銀の確率は 26%、 初手金の確率は 65% みたいな感じで確率が定められてます。2手目の銀って次のオーグメントが銀にならないんですよ、絶対に。なんでこのタイミングで出てくるってことは、絶対に虹のオーグメントが取れるってことなんですよ。で、金のオーグメントと虹のオーグメントには結構な強さの差があるので、こういう時はすごい強いかなと思います。ただし1手目のパワーアップに関しては、2手目のオーグメントで銀が出る可能性があるので、これだとちょっと価値が下がるかなって感じですかね。銀と金はね、そこまで大きな差はないので、まあそれでも強いんですけどね。次、パンドラのアイテム。ラウンド開始時、ベンチのアイテムがランダムに変更される。ランダムな素材アイテムを1個獲得するという効果です。これはね、めちゃくちゃ強いです。銀ティアのパンドラアイテムはマジで強いんで、これも見かけたら取っちゃっていいです。このオーグメント取ってることでしやすくなる構成ってのがちらほらあるんですよ。例えばコグマだったら、こいつってブルーバフとガンブレと、まあ、できれば悪縁が欲しいんですよね。こういうアイテムが欲しいってなった時に、涙3個使うしロッド2個も使うしみたいな感じになっちゃうんですよね。これって大変じゃないですか。こういうのを用意するのはすごい大変なので、パンドラのアイテムがあるとすごいやりやすくなるよみたいな、そんな感じなんですよ。他にもそういうユニットいっぱいいると思うんですけど、例えばいつもだったら妥協してできないワモグガレみたいな、まあ、こんなのも作れるんですよね。なのでこのパンドラアイテムは本当にそのキャラの理想アイテムが作れるようになるので、めちゃくちゃおすすめです。1手目即採用レベルですね。2手目とかだとちょっと価値が落ちるんですけど、まあ、1手目だったら絶対取っちゃっていいです。次、パンドラのベンチ。2ゴールドを獲得する。各ラウンドの開始時にベンチの右側3スロットにいるチャンピオンが同じコストのランダムなチャンピオンに変化するという効果です。ここがベンチだとしたら、こことこことここに置いてるユニットが次のラウンドにはこんな感じにガチャガチャできるみたいな、そんな感じの効果となってます。このパンドラベンチはめちゃくちゃ強いです。このパンドラベンチのチンの使い方はリロールではなく、この5コスなんですよね。5コスってここ見てわかる通り8種類しかいないんですよ。なんでゴコスをこうやって並べとくと、自分の狙ったゴコスがすごい取りやすくなるんですよね。8分の1なんで。他のコストだとちょっと確率が低めなんですけど、こういう風にできる、めちゃくちゃ強い、そんなオーグメントとなってます。もう一個ね、使い道があるとしたら、1コスの星2とかをこうやって並べて1コスリロールで使うって感じですかね。これね、星2から星2に変更されるんですよ。なんでこういうやり方も結構ありますね。で、1コスって重ねやすいじゃないですか。だからこんな感じにして待ちやすいんですよね、駒を。なんで、まあ、この2つぐらいのやり方が、まあ、適してるよっていう感じですね。1つは5コスが欲しい構成、もう1つは1コスの
リロール構成みたいな感じですね。次、パンプアップ。味方チームの攻撃速度が即座に 8% 増加する。あれ、これあれですね、なんか効果が違いますね。多分誤訳かな。本来はここにラウンドごとに 0.5% 攻撃速度が上がるという効果がついてます。なんで試合が長引けば長引くほど攻撃速度が上がっていく、そんな感じのオーグメントですね。このオーグメントは割とどんな構成でも取っていいと思います。攻撃速度の上がり幅が銀オーグメントにしてはそこそこ高めで、まあまあ使いやすいんですよね。で、攻撃速度って味方のマナーを回復させるのにも役立ちますので、まあ、これはもう結構使いやすいオーグメントかなと思いますね。次、ファイアセール。毎ラウンドショップからランダムなチャンピオンを1体盗む、1ゴールドを獲得するという効果です。ファイアセールはショップ枠に提示されたユニット1体をランダムに1個無料でもらえるみたいな、そんな感じのオーグメントなんですよね。だからレベルが高くなれば高くなるほど恩恵がでかい、そんな感じのオーグメントです。なんでね、5コスとか4コスとかが出てきやすくなる、レベル8とかに持っていくような構成で使うと強い、そんな感じのオーグメントと考えてください。これはね結構強いです。印刷系の中でもかなり使いやすい部類の一つかなと思いますね。だって3コス1枚買われたら、それだけでもうかなの金でもらえる4ゴールドに近づくじゃないですか、1個だけ でしかもレベルが上がれば上がるほど効果が上がっていくっていう効果なんで、これはね多分ねほぼ取り得かなと思いますね。そもそも1円もらえるし、かなりおすすめのオーグメントです。次、プラシーボ。8ゴールドを獲得する、味方チームの攻撃速度が 1% 増加するという効果です。プラシーボもレベルを上げていく構成ではかなり有用かなと思いますね。やっぱこの8ゴールドっていうのが結構効いてくるので、レベル8に持っていきたい構成だと使えるかなと思います。プラシーボプラスも同じですね。次、マナフロー。猛烈で戦闘を開始した味方ユニットが攻撃するごとに2の追加マナを獲得するという効果です。後列っていうのはこれ一番後ろの列ですね。なんで前衛キャリーじゃなければ多分どんな構成で使っても OK かなと思います。できれば後ろが多い方がいいとは思うんですけど、まあ、別にそこまで厳重に多くする必要もないかなとは思いますね。なんか後衛キャリーだったら誰が持っても強いみたいな、そんな感じですかね。次、ミスコネクション。すべてのコスト1チャンピオンを1体ずつ獲得するという効果です。これね、コスト1チャンピオンを1体ずつ獲得なんで、なんか1コスリロールなのかなって思うかもしれないんですけど、1コスって14種類いるんですよ。つまり14円もらえるオーグメントとして考えてください。結構破格ですよね。ミスコネクションって2手目で出てくるオーグメントなんですけど、プラシーボに匹敵するぐらいの価値があります。要はプラシーボが出てこないけどミスコネクションでお金をもらうとかができるんですよね。あともう一つ使えるなって思うのが、ボードが重なってない時、1コスがあと1枚でなんか重なってすげえ重なるんだけどなって思ってる時とかに、このミスコネクションを取るとお金ももらいながらボードも強くできるっていう、すごい有用なオーグメントに変わるんですよね。なのでそういう時はミスコネクション取っちゃうのはありかなと思います。もちろん1コスのリロールで取ってもいいですね。でミスコネクションの配置はこんな感じになってます。なのでなんか先にこいつ重ねたらベンチが空いて楽なのになみたいなのがあったら、先に優先して重ねに行った方が良かったりするので、これ一応頭に入れておけば役に立つことはあるかもしれないけど、まあでもこれ覚えてる人は多分そういないと思うので、よくリロールしやすいバイオレットの位置とか、あとドレイブンの位置とか、パウダーの位置とか、ダリウスとか、この辺のユニットの場所だけ覚えておけばいいかなって感じですかね。次、ミッションの再開。ボードとベンチにいる全ての味方チャンピオンを削除する。ランダムなコスト3チャンピオンを2体、コスト2チャンピオンを3体、コスト1チャンピオンを1体獲得するという効果です。これ誤訳で星2が抜けてます。ランダムな星2のコスト3チャンピオンを2体、星2のコスト2チャンピオンを3体、星2のコスト1チャンピオンを1体が正しいです。なんでめちゃくちゃボードがムキムキになります。なんですけど、ボードとベンチにいる全ての味方チャンピオンを削除するんですよね。これ売却じゃなくて削除してしまうので、ボードになんか強いユニットとかがいたら全部消えてなくなります。もう一切合切なくなる。アイテムはもちろん戻ってきますけど、購入したお金とかそういうのも全部なくなってしまうので、自分のボードが果たしなく弱い時に取ってください。そういう時はこのミッションの再開でボードをね組み直すみたいなことができるかなと思います。次、メンター制度。味方ユニットはよりコストの高い味方ユニットの隣で戦闘を開始した場合、攻撃速度 12%、 体力は150増加するという効果です。簡単に言うと、ドレイブンの隣に
ニコスのレナータとかがいると奴隷分が強化されるっていう感じですね。なんかよくねこんな感じに 1,2,3,4,3,2 みたいな感じでこんな感じに配置したりすることが多いですね。4コスの横に3コス置いて、3コスの横に2コス置いて、2コスの後ろに1コスを置くみたいな、こうすると低いコストのユニットが強くなるよっていう効果ですね。このオーグメントはその性質上リロール構成で使った方がいいです。やっぱこの攻撃速度 12% 上がるっていうのが4コス以下のユニットになることが多いので、まあ大体の場合でリロール構成ですね。しかも配置がねすごい崩れがちなので、できれば後衛は後衛で4コスがいる、前衛は前衛で4コスがいる、そんな構成で使うといいですね。だから例えばコグマウリロールなんかはコグマウとゼリしか後ろにいないんですよ。でこのコグマウにバフをかけようとするとガレンをここに置かなきゃいけなくなったりとかしてしまったりするので、まあ、そういうなんかその後ろに下げられない4コスがいるような構成だと使いづらいって感じですね。まあ、コグマウリロールの場合はエコーがいるので、後ろはエコーを担当してもらえばいいかなって感じではあるんですけど、まあ、基本的にはその辺がちょっとね難しくなるので、自分の構成に後ろに下げられる4コスがいるか、もしくは4コスが隣にいるかどうかっていうのを考えた上で取るようにした方がいいです。次、ラインナップ。前衛2列で戦闘を開始したユニット1体ごとに味方チームの物理防御と魔法防御が 2.5 増加するという効果です。これは防御力が上がるという効果のオーグメント、かつこれ前衛2列で戦闘を開始しなければいけないので、こういうねブルーザー構成とかで強い、そんな感じのオーグメントとなってます。ブルーザーってね6体並ぶし、しかもこのブルーザーってね防御力が上がらないんですよ。この防御力が上がらない特性に防御力を付与するのってすごい強いんですよね。めちゃくちゃ強いの。なんでほぼブルーザー用のオーグメントかなと思います。まあ、HP が高ければ何でもいいですけどね。だってこれだけで防御力が 7.5 上がるんでめちゃくちゃ硬くなるんですよね。そんな感じで使うオーグメントかなと思います。次、リロール以降、未使用のオーグメントリロール1回ごとに3回分の無料ショップリロールを獲得する、ゴールドを3獲得するという効果です。このオーグメントが選択されたラウンドは含まれないので、まあ、次のラウンド、次の次のラウンドだけって感じなんですけど、基本的にそもそもこのオーグメントをもらったタイミングで3ゴールドがもらえて、さらに1個残ってれば3回分、つまり6円もらえるってことなんですよ。なんで初手で取れるんであれば、まあ、取ってもいいかなって思いますね。1個残るだけでも6円、2回残せば12円、計15円もらえるんで、まあ全然悪くないかなとは思いますね。これもレベルを上げていく構成で使うと強いかなと思います。というか金作系のオーグメントは全部レベル上げる構成って考えていいかもしれないですね。次、レイトゲームスペシャリスト。レベル9に到達すると33ゴールドを獲得するという効果です。レイトゲームスペシャリストはね基本取らないかなって思いますね。他のレベル9に行きやすくなるような金作系のオーグメントが取れてるのであれば、ダメ押しでレイトゲームスペシャリストを取ってレベル9に早めるっていうやり方はあるんですが、これ単体で機能するようなものではないので、あんまり取ることはないかなと思います。あとね、レベルが9に上がった後に33円もらったとしても、この33円でねボードが強くなれるほど形作れるかって言われると微妙なんですよ。マジで微妙なんで、レベル9に上がった後にレイトゲームスペシャリストを含めて60円ぐらい残るようなレベルの上げ方ができればボードが強くできるんですけど、そうじゃない場合はあんまり強くならないんですよね。結構だから重ならずに死ぬみたいなことがあるんですよ。しかも行動を遅らせるので他の人に拾いたい4コスとかを持ってかれちゃうんですよ。そういうのもあってちょっとレイトゲームスペシャリストはあまり取らない方がいいオーグメントの一つかなと思ってます。次、ローリングデイズ。ショップの無料リロールを11回獲得するという効果です。これめちゃくちゃ強いです。バカ強い。これはね、リロール11回ってゴールドに換算すると22ゴールドなんですよ。シルバーティアで手に入れていいリロールの回数ではねえ。半端じゃなくてです、これは。本当に自分はね見かけたらほぼ即ピックしてるぐらい強いオーグメントですね。これはマジでおすすめです。リロール構成でも取る場合あるし、レベル上げる構成だったらなおのこと取るしみたいな、結構ねどっちでも使えるオーグメントなんですよね。これは本当に強いです。次、ワンフォーオール。味方のボード上の種類の異なるコスト1チャンピオン1体ごとに味方チームの最大体力が 2%、 ダメージ増加効果が 1.5% 増加する。コスト1チャンピオンを2体獲得するという効果です。まあもうこれワンフォーオールは1個でしょう。ファミリー構成ですね。1コスが4体も入るので最大体力 8%、 ダメージ増加効果が 6% 上がる、そんな効果になります。なんでまあワンフォーオールはファミリー向けって感じですね。次、ワンツーファイブ。ランダムな素材アイテムを1個、2ゴールド、ランダムなコスト5のチャンピオンを
1体獲得するという効果です。これはね、3手目で手に入るオーグメントなんですけど、この2ゴールドとランダムなコストコチャンピオン1体獲得するっていう効果がミソで、つまり7円もらえるんですよ。7円もらえばちょっとボードが若干強くできるみたいな時に取る、そんな感じのオーグメントですね。なんか微妙に金足んねえんだよなって時に結構取ります。というか取っちゃっていいです。金欲しいって思ってる時取っちゃっていいです。次、1123、ホスト1のチャンピオンを2体、ホスト2のチャンピオンを2体、ホスト3のチャンピオンを1体獲得するという効果です。これは1手目のオーグメントですね。これはね、結構強いです。これもお金換算すると2円と4円と3円、つまり9円もらえるんですよ。でしかもボードが強くしやすいってのもあって、1123は結構強めのオーグメントかなと思ってます。まあ、大体の場合で売ることが多いですけどね。でも本当にお金にしちゃう。最初のお金ってやっぱり利子につながってすごいどん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 膨れ上がっていくので、初手のこういうお金系のオーグメントはやっぱ強いなと感じます。次、一致団結。ランダムな素材アイテムを1個とランダムなティア3のチャンピオンを2体獲得するという効果です。これもお金です。1-2-5と同じ6円と素材がもらえるって考えてください。なんでお金がすごい足りないんだよって時は取っちゃっていいです。体力は富なり。味方チームのオムニバンプが 10% 増加する。味方チームの体力回復量の合計が最初に1万に到達した際に10ゴールドのボーナスを獲得するという効果です。まあ、これもお金系なんですが、他のお金系と違ってちょっと使いづらいんですよね。見てわかる通り、しばらくしたら10円もらえるっていう効果なんでちょっと使いづらい。でしかもこれオムニバンプがもらえるって言ってるんですけど、オムニバンプのみでは全然回復しません。なんで自前で回復を持っているユニットがいる場合のみにしてください。例えばダリウスとかステブとかトランドルとか、あと一番回復するのはこいつですね、スウェイン。こいつがいるときは使ってもいいかなって思います。ブラッドはねあんまり回復しないんで、まあ、こいつはやめた方がいいかなと思いますね。この4体のうちどれかを使ってるのであれば取ってもいいかなと思います。もちろん4骨のムンドとかガレンとかエリスとか、この辺いるなら全然取っちゃってもいいですけど、まあ、多分いないと思うんですよこのタイミングって。なんで1コスとか3コスの駒だけにしました。次、刃の舞。イレリアを1体獲得する。味方の最も強いイレリアの攻撃速度が 40% 増加し、新たなスキルを獲得して2体の対象の間をダッシュし両方に物理ダメージを与えるようになるという効果です。これはイレリアのヒーローオーグメントですね。トランドルの時と一緒、イレリアが重なってれば取ってもいいかなっていう感じです。ただ今は多分そんなに強くないんで、まあ、そこはちょっとパッチごとにね強さが変わってくると思うんで、まあ、ちょっと強くなってきたら使うかなみたいな感じにしたらいいかなと思います。次、分散ポートフォリオ。毎ラウンド固有特性以外の特性が3個発動するごとに1ゴールドを獲得するという効果です。固有特性以外の特性が3個ごとに1ゴールドなんで、まあ、6個特性が出てれば毎ラウンド2円もらえるよっていう感じのオーグメントなんですよね。なんですけど、1手目で分散ポートフォリオ取って3個ってめちゃくちゃきついんですよ。これをね、1手目で取ることはないかなって思いますね。2手目だったらまだあるかなって感じ。それでもちょっと微妙かなって感じですかね。2手目で6個発動させることも多分きついでしょうし、そんなことしちゃうとボードが弱くなって進行がガタガタになっちゃう場合があるんで、まあ、これはちょっと自分はおすすめできないですね。やっぱ序盤は重なったユニットを入れていきたいので、こういうなんか行動制限されるようなオーグメントはちょっと嫌いですね。次、命がけの戦い。アクシシャンは体力を20失うが、対人戦ラウンドを7回終えると30ゴールドを獲得するという効果です。これは初手で提示されるオーグメントなんですが、自分が連勝できるって思った時は取ってもいいです。これ連敗スタートするとボコボコになって死ぬので、絶対に自分が勝てる時に取ってください。勝てるとどうなるかっていうと、HP が20減ってるじゃないですか。 HP が20減ってるので、最初の回転寿司で自分の好きなアイテムを取れるんですよ。勝ってるのに自分の好きなアイテムが取れるっていう、もうご褒美みたいなオーグメントに変更されるんですよね。なんで命がけの戦いは勝ち進行の時に取ると、もうとんでもなく強くなれるんで、勝ち進行の時に取ってください。それ以外はやめた方がいい。次、孤独な英雄。最後に生き残った味方ユニットの攻撃速度が 140%、 耐久力が 30% 増加するという効果です。最後に生き残った味方ユニットなので、なかなかねそれをコントロールするのは難しいんですけど、まあ、大体の場合で防衛キャリー向けのオーグメントかなと思います。例えばコグマウとか、あとなんか TF とか、こういう後ろがすごい少なくて前ばっかいる構成とかで使うと、やっぱ最後に生き残るのはこいつってやりやすいので、そういう時に使うオーグメントかなって思いますね。ただそういう構成じゃない場合はほとんど合わないので、
あんまり取ることないかなって思います。あと1体にならないと発動しないので、なかなかね発動をコントロールするのが難しいんですよ。で取りづらいですね。ちょっと次、屈強のバディ、味方1体のみが隣接する状態で戦闘開始したユニットの体力が100増加する。このチャンピオンが倒されるともう1体のチャンピオンは10秒間最大体力の 10% の耐久値のシールドを獲得するという効果です。ではこんな感じに2体2体ってこうこんな感じでくっついてる場合が効果が発動するよっていう効果ですね。これはねガレンじゃなければ使っていいかなと思います。ガレンって自分の横のユニットを強化するっていう効果なんですけど、これだと発動しなくなっちゃうので、ガレンを使わないのであれば取ってもいいかなって思いますね。あとはね2対2体なんで、まあ、できれば8レベルに上げる構成とかで使うと、まあ、やっぱ2222みたいな感じになったりとかしやすいんで、まあ、こういう感じの構成で使うとちょっと強いかなって思いますね。別にそこまで厳密にやらなくてもいいんですけど、まあ、その方がやや強いかなと思いますね。次、巧みなクラフト、完成アイテムを作成するたびにリロールを3回獲得するという効果です。これ完成アイテムを作成するたびになので、アイテムを3手目のオーグメントまでに4個作ったとするじゃないですか。つまり12リロールです。めちゃくちゃ強いです。これさっきのローリングデイズより多いですよね。これリロールって貯めておけるので全然取っちゃっていいと思います。次、巨大なタイタン、プレイヤーの現在体力と最大体力が20増加する。ドラフトラウンドで自分が先に解放されるが移動速度が遅くなるという効果です。これは前は小さな巨人って言って HP が上がるだけで移動速度が落ちるっていう効果なかったんですけど、今回ちょっと巨大なタイタンになって HP が上がって回転寿司で先に動けるようになるんですけど、移動速度がめちゃくちゃ遅くなるんですよ。これ超おっせーのユニットを追いかけると置いてかれます。それぐらい遅いです。これを取る条件としては、負け進行をしてる時とかに補填として HP20 取って、いや負けられるっていうことはその分お金を貯められるってことなんで、まあ、疑似的なお金として考えるのがいいかなと思います。しかも初手で取ったとしてもドラフトラウンドで自分が先に動けるので、1手目取ったとしても回転寿司で自分の狙ったアイテムがまあまあ引きやすいって感じですかね。ほんとなんか自由に動けないんで、全然先に解放されるって書いてあるけど足が遅すぎて全然狙ったの引けないです。なんでまあまあって感じですかね。自分はねこの効果の関係であんまり取りたくないオーグメントになってますね。負けてて HP がきつくて、いやもうこれ HP ちょっと増やさないとやばいわって時に取る感じかなって感じですね。ちょっとあんまり取りたくない。マジで足が遅すぎる。次、庇護者のお供、即座にランダムなコスト2のチャンピオンを1体獲得する。レベルアップするごとに同じユニットをもう1体獲得するという効果です。これは金策として考えてもいいし、そのままリロールに使っちゃってもいいっていう、ちょっと2つの使い方があるオーグメントです。2コスのチャンピオンがずっと同じユニットがもらえるので、レベルを8に上げたタイミングで4,5,6,7,8 って5体分もらえるんですよ。なんで6レベルで4体集めて8レベルに上げていくみたいな感じにするとそのまま星3が作れて、早めに星3作れるからいいよねみたいな感じになるので、そういう使い方もできるし、単純にもらったユニットを売却しまくれば5体もらえるから一応10円にはなるじゃないですか。なんでそういう使い方もできなくもないって感じですね。あんまりそれで10円もらってもそんなに美味しくはないんですけど、まあ最悪なんかゴミみたいなチャンピオンが来たとしても売ることができるよっていう感じですね。次、忍耐の美徳、直前のラウンドでチャンピオンを購入していない場合、毎ラウンド2回分のリロールを無料で獲得するという効果です。この忍耐の美徳はねちょっと使いづらいんですよね。マジで使いづらい。3ステから勝とうって思ってると大体の場合で毎ラウンド買っちゃうんですよ、何かしらのユニット。なのでリロールがねたまらないんですよね。だってこれリロール分で言ったら10リロール分ぐらいは欲しいわけじゃないですか。つまり5ラウンド買わないラウンドが欲しいんですけど、2ステ3ステで5ラウンド買わないってなるとこうねボードがガタガタになるので、まあ、自分はあんまり好きなオーグメントではないですね。それでいてリロール構成でも使いづらい。リロール構成って毎ラウンド毎ラウンドリロールしていくので、それでも使いづらいじゃないですか。っていうのも考えると、なんか本当なんかあんまり取りたくねえなって感じですかね。なんか2コスのリロールとかで負け進行を序盤するから忍耐の美徳を取ってリロール分をもらって3の2で1回お金を使うときにこの無料リロール分を使って
ガッとお金を使ってボードを組んでまた溜め直すときはオートリロールしかしないからっていう動きの方が、まあ、合ってるんじゃないかなって思うんで、まあ、ちょっと確かめたことはないんですけど、多分ニコスリロールだったら使いやすいんじゃないかなと思います。次、戦う衛星兵ステブを1体獲得する。味方の最も強いステブのスキルのマナコストが10低下するが体力を回復しなくなる。ステブのスキルでオムニバンプが 30% 増加し3回攻撃しそれぞれ 65% のダメージを与えるという効果です。これもステブのヒーローオーグメントなんで、さっき言った通りステブがもう重なってる時に取った方がいい、そんな感じのオーグメントかなと思います。あんまり取ることないかな。次、戦場の略奪。敵が倒された際に 25% の確率で戦利品をドロップするという効果です。これは敵を倒さなければ戦利品がドロップできないので、基本的には立てるボードが組めると感じた時に取る、そんな感じのオーグメントですね。アイテムが作れてる、星2が作れてる、こういう時に取るオーグメントです。もし条件を満たしている場合はめちゃくちゃ強いので結構おすすめなオーグメントですね。次、昼食代。敵のタクティシャンに8ダメージを与えるたびに2ゴールドを獲得するという効果です。こちらも連勝できると感じた場合は取ってもいいですね。4連勝したら10円ぐらいはもらえるかなって感じだと思うんで、まあまあまあ当てそうな時は取ってもいいかなってぐらいですかね。まあでもあんまり取ることないかな最近。本当に条件が整ってるなって感じる場合だけですかね。もうボード強いって感じる時だけ。次、有効活用。アイテムを装備してないチャンピオンが出筋に 50% の確率で1ゴールドドロップするという効果です。有効活用は1手目のオーグメントなんですが、これはね、まあまあ取りやすいかなと思います。当てる時ではなく、なんか負けちゃう時に、あんまり強くないボードしか組めない時でも取りやすい。そんな感じのオーグメントなんで、割と使いやすいかなって思いますね。勝てる時でも別に取っちゃってもいいと思います。まあこれを取ったら、あえてタンクにはアイテムを持たせないで進行したりとかすることは多いかなと思いますね。まあ、だからちょっと負けがちになるんですよ。負けがちにはなるけど、でもタンク1体に集中してアイテムを持たせれば、他のキャラがアイテム持ってなければお金がねポロポロって落ちることがあるんで、全然なんか本当取っちゃってもいいかなと思いますね、これは。まあ、でも大体の場合で負けるときに取るかな。レベルだけ上げてボードに4体とか5体とか並べて、あとはなんか負けちゃえみたいな感じでやる、そんな感じのオーグメントですね。次、未来の火事場。対人戦ラウンドを8回終えるとアーティファクトの金床を1個獲得するという効果です。金床は4個のアーティファクトの中から1個獲得できるって効果なんですけど、これはアーティファクトってこっちのサポート発掘と違ってユニットの強さがなんかちょっとさらに上回るぐらいの強さにはなりづらいんですよね。これって単純に完成品3個乗っかったユニットをさらに強化できるアイテムって感じなんですけど、アーティファクトってアイテム枠1個食うのでちょっとね微妙なんですよね。そういう意味もあってあんまり強くはないなと感じるオーグメントの一つかなと思います。まあ別に取ってもいいんですよ、強いんですけど、もちろんなんだけど、サポートのやつよりは弱いかなと思いますね。でアーティファクトって結構効果がピーキーでちょっとね使いづらいのも多いんですよ。なので、まあ、個人的にはもう8ラウンド分のオーグメントがない状態を作ってまで取るようなもんじゃないかもなって思ってますね。次、極上ヴィンテージ。完成アイテムを4ラウンドにわたってベンチに放置しておくとサポートアイテムの金床に変化するという効果です。これさっき言ったサポートアイテムの金床なんですが、完成アイテムを作ってそれを置いとかなきゃいけないんですよ。ほっとかなきゃいけないの。ベンチってのはアイテムベンチのことですね。こういうユニットに持たせておいてとかじゃなくて、なんかこの左側にあるじゃないですか、今アイテムが。ここに放置されてるとそれが空床になるよっていう効果なんですけど、4ターン完成品、つまり2個のアイテムを失った状態で叩かなきゃいけないんですよ。なんでこれはね、あんまり取らない方がいいかなと思いますね。マジで微妙。昔はね3ラウンドだったんですけど、あまりにも強すぎて4ラウンドになったんですよ。でも4ラウンドだとあまりにも弱いって感じで、なんかもうどっちつかずすぎてもう消したらいいんじゃないかなって思ってるオーグメントの一つです、これは。で一応相性のいい構成を言っておくと、キャリー一体でどうにかしちゃえるような、そんな構成ですね。例えばですけど、アミールとかはこいつ一体でどうにかできるじゃないですか。でもサポートアイテムって防御力を上げたり攻撃速度を上げたりそういうものが多いんですよ。なんでそういうのが取りやすいってのもあって、なんか前衛のキャリー系の構成で使うとまあまあ強いかなと感じています。大体の場合そうかな。次、構成拡大。ランダム紋章アイテム1個と再合成装置を1個獲得するという効果です。これはね、紋章がランダムなんで
運ゲーです。超運ゲー。紋章って全部で20種類ぐらいあるんですよ。ガチの運ゲーです。運ゲーしたい人は取っていいです。俺は絶対取りません。次、残り物。ドラフトラウンドのたびに誰も取らなかったユニット1体とそのアイテムを獲得する、1ゴールドを獲得するという効果です。ドラフトラウンドのたびになんで結構強いと思うんですよ。4の5まででも素材が3つ増えるし、さらに5ステ以降は完成品が増えていくので、なかなか強いんじゃないかなと思いますね。さらにそのユニットももらえるので、ユニット売却すればお金になるじゃないですか。そういうのもあるんで、これなんかね多分強いんじゃないかなと思いますね。でも使ったことないんですけど、なんか強そう。次、混乱回復装置。ボード上のチャンピオンすべてをコストが1つ上のランダムなチャンピオンに恒久的に変化させる磁力式除去装置を2個獲得するという効果です。要はこんな感じにボードに置いてるとするじゃないですか。こいつらが1個コストが上がって、3コス4コス3コス3コス3コス4コスみたいな感じになる、こんな感じのオーグメントです。これ結構博打なんですけど、例えばですけど、これのオーグメントが提示されたタイミングで4コスを持っていた場合は5コスになるんですよ。何かの5コスになる。なんなら3コスの星2を持っていた場合はこれが4コスの星になるんですよね。なんでそういう特定の条件の時だけ取るようにした方がいい、そんな感じのオーグメントかなと思ってます。特にね、3コスが多い時は取ってもいいかなと思いますね。こうやって3コスが、ああ結構いるわってなった時は何かしらの4コスになるんで、まあ、取ってもいいかなと思いますね。でこれオーグメントが提示されている最中にベンチに下げることもできます。なので例えばベックスの星には失いたくないんだよなって思ったら、こいつだけオーグメント選択中に自分のボードを見るボタンで自分のボードを見て下げるってこともできるので、それを覚えておいてください。次、狂気の科学者。新自動を1体獲得する。味方の最も強い新自動が通常攻撃を行えなくなるが、常に走り回り毒の軌跡を残して継続魔法ダメージを与えるようになる。またスキルは常に自身を対象とするようになり、代わりにオムニバンプと移動速度が 20% 増加するという効果です。サマナーズリフトの方をやってる人は分かると思いますが、新自動が新自動になる、そういうスキルです。こちらも他のヒーローオーグメントと同じで、まあ、新自動3体持ってるなら取ってもいいかなという、そんな感じのオーグメントですね。次、猛攻撃。味方チームの通常攻撃が対象を燃やし、5秒かけて対象の最大体力の 5% に当たるダメージを与える。また、通常攻撃が体力回復効果を 33% 低下させるという効果です。簡単に言うと、通常攻撃にサンファイアの効果を乗っけるよみたいな、サンファイアとかモレロとかレッドバフとか、そういう効果乗っけるよっていう効果ですね。これは阻害がないなら全然取っちゃってもいいです。マジで強いです。阻害がね、用意しづらい時もあるんで、そういう時は本当にこれはもう優秀ですね。めちゃくちゃ優秀。すでに回復阻害があるなら、この5秒かけてダメージを与えるっていう効果も重複しないので、まあ、基本的には取んない方がいいですね。次、大殺し。対人戦に勝利すると1ゴールドを獲得する。相手プレイヤーの体力が自身よりも多かった場合は代わりに4ゴールドを獲得する。即座に1ゴールドを獲得するという効果です。これは負け進行しているのであれば取ってもいいですね。2手目で大殺し来て負けてて HP が少なくて、で自分より順位の高いプレイヤーしかいなくてっていう時で、かつそこからあー俺勝てるわって感じてるのであれば取ってもいいんですけど、まあ、なかなかそんな機会はないんですよ。多分あるとすれば2捨てを全部捨てる構成、つまり2コスリロールですね。2コスリロールとかだと、まあ、大殺しっていうのはできるかもしれないんですけど、多分他の構成だと大殺しになるほどのボードが組めないと思うので、あんまりないかなって感じですかね。多分ニコスリロール専用と考えてもらってもいいと思います。次、盗賊団。盗賊のグローブ1個を獲得という効果です。盗賊のグローブはアイテムの方でも説明しましたが、ファイターと相性のいいアイテムなんですよね。なんでファイターがいるなら取っちゃってもいいと思います。アンベッサとかバイとか、こういう前衛のキャリーですね、こういうユニットがいる場合は取っちゃってもいいかなと思いますね。次、目には目を。味方チャンピオンが15体倒されるたびにランダムな素材アイテムを1個獲得するという効果です。こちらも倒されなければいけないので、まあ、負け進行で使うオーグメントかなと思います。それでいて勝てるようにしたいので、まあ、ボード的にはコグマウリロールのような前衛が多い構成、こんな感じに頭でっかちの構成で使うとまあまあ強いかなっていう感じですかね。他の場合はね、そんなに多分使いづらいのかなって思うんですよ。ただちょっと自分これ取ったことないんで、ちゃんとした判断ができないんで、そこだけちょっと申し訳ない。多分頭でっかちの構成で使っていかないと倒される数が少
少なくて素材がもらえるのが遅くなっちゃって微妙になるっていう風になるんじゃないかなと思ってます。こっちも同様ですね。メニューはメオのプラスも。次、素材ビュッフェ。素材アイテムを入手する際、代わりに素材アイテムの金床を獲得する。ランダムの素材アイテムを1個獲得するという効果です。要は素材の金床を1個獲得しながら、それ以降もらえる素材アイテムですねが金床になるよっていう効果です。これは回転寿司からもらえるアイテムは金床にはなりません。モンスターとかですねからもらえるアイテムが金床になる。これめちゃくちゃ強いです。かなり使いやすい。アンドラアイテムの方でも言いましたが、アイテムを作りやすくするオーグメントなんですよね。なんでこういう素材ビュッフェとかは相当強いので、もう見かけたら迷わず取っちゃっていいです。何取ろうかなって悩んでる時に、あ、素材ビュッフェってなるぐらい、それぐらいめちゃくちゃ取りやすいオーグメントですね。超好き。次、腐食。前衛2列の敵チャンピオンの物理防御と魔法防御が2秒ごとに3低下するという効果です。これはね、取る時があんまないかなって感じなんですよね。自分が遅延する構成だった場合は取るかもしれないんですけど、なかなかねそういう構成使うことが自分はあんまりないので取ることが少ない。遅延する構成って何かっていうと、コグマですよね。コグマは遅延する構成。あとはセンチネルハイマーとかも時間稼いでダメージを出す構成なので、まあ、そういう構成では強いかなと思います。とにかく前衛がガチガチ、もう自分のチームの前衛ガチガチだぜっていう構成なら取ってもいいと思うんですけど、そうじゃない場合はちょっと恩恵が下がるので、まああんまり多分取る機会が少ないオーグメントの一つかなと思いますね。本当取んないと思う。次、自由奔放。ドラフトラウンドで常に自由に移動ができる。2ゴールドを獲得するという効果です。自由奔放は取るタイミングを間違えなければ最強のオーグメントです。これ間違えないでください。2手目です。2手目に取るっていうのと、自分が勝ってる時に取る、この2つの条件を満たした時に自由奔放は最強のオーグメントに変わります。自分が勝ち進行してる時って狙ったアイテムが取りづらいんですけど、それを狙ったアイテムが取れるようにしてくれるっていうの、かつ2手目ってことは3セなんですよね。3セって4コスのユニットが拾える可能性があるんですよ。それもあって自分今勝ってるのに4コスまで来たら最強になるじゃないですか。つまり自由奔放は取るタイミングさえ間違えなければガチで強いです。ただしこれ取るタイミング間違えるとクソ弱いオーグメントになるんで、そこを気をつけてください。次、遅れて開始。ボードとベンチを売却する。ランダムな星2のコスト1チャンピオンを4体獲得する。次の3ラウンドの間自分のショップが無効になるという効果です。これはね、取ったことがないのでわかんないんですけど、あんまり取ることのないオーグメントかなとは思います。ただ1コスの星2が4体もらえるってことなので12円もらえるんですよね。12円。なんでまあ初手のお金オーグメントとして考えたらまあまあありなのかなっていう感じですかね。その自分のボードがもう弱いっていうのが分かりきってて、もう遅れて開始を取ってっていうのはまあなくはないのかなっていう感じですかね。ちょっとなんか出た機会あったら取ってみようかなと思います。次、運任せ。パウダーを1体獲得する。味方の最も強いパウダーの爆発範囲が2マス増加し、ダメージ減衰量が変化するが味方に 60% のダメージを与えるという効果です。パウダーがアーケインのような感じのユニットになってしまう、そんな感じのオーグメントですね。これもまたヒーローオーグメントなので3体以上持ってるなら取ってもいいかなと思います。次、選択の自由。他の全てのオーグメントの選択に対してオーグメントのリロールを3回分獲得する。7ゴールドを獲得するという効果です。これ1手目だったらめちゃくちゃ強いですよね。7円もらって、しかも自分の理想のオーグメントがその後選択できるようになるのでかなり強いと思います。特にこの遭遇のですね、最後のオーグメントをプリズムにするハイマーディンガーの遭遇とか、こういうのが来た場合はめちゃくちゃ価値が上がると思います。あとはこういうアンベッサとかですね、紋章ゴーレムがある場合は紋章を取るとさらに強くなる可能性が高いので、さっきのやつを取って紋章を引きやすくするっていうのもしやすいかなって思いますね。まあ7円もらえるので雑に取ってもいいかなって思えるオーグメントかなと思ってます自分は。次、重荷。次のステージの間ベンチのスロットが1個のみになる。その後素材アイテムを3個獲得するという効果です。これはね、ベンチが1枠になっちゃうので負け進行をせざるを得なくなるんですよ。大体の場合で負け進行になるってことで、ほぼ1コスリロールもしくは2コスリロール向けのオーグメントかなと思ってます。それ以外で使うとなんか3ステまで負けちゃってそのままボロボロになっちゃうので、まあ、自分はそういう時にしか取んないです。そして最後、銀のサジ。経験値を10獲得するという効果です。
まあ、これ言い換えたら10円もらってるみたいなもんなんで、これもお金系のオーグメントとほぼ一緒ですね。ただ経験値に突っ込まれちゃうんで利子が取れないってのも考えると、他のに比べるとね、ちょっとお金の稼げる量は若干違うんですけど、強いボードを組んで戦っていける、そういう感じのオーグメントですね。自分のボードが強いなーって感じるときは経験値を獲得して勝ち進行していくっていう風に使うと強い、そういうオーグメントですね。ということで、シルバーティアのオーグメントについて解説しました。いかがでしたでしょうか？なんか面白いオーグメント見つかったらコメントで教えてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。